こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon の稼ぎ方、キャッシュフローについてお話しします。まず、仕入れた商品が全部売れて儲かるか、そんなことがあればいいんですけどね。もちろんそういうことはないです。最初は儲かる商品と儲からない商品、売れる商品と売れない商品というかね、両方仕入れて送ってます。で、これは結局、売ってみるのが一番簡単に儲かる商品が見つかるためです。これ売れるかなとか売れないかなとか。実際のところね、送る前におおよそ予想ついても、売れるだろうなというものを送って、すぐに目論見通り売れる商品と、目論見通りにはなかなか売れない商品に分かれます。今回のね、相談者の方、以前の相談者の方がきっちり細かく数字を把握していて相談してくれたんで、それを例に説明しますけど、今回の相談者の方もですね、いつもいただく相談というか、転売やっててね、ビジネス初めての方が、まずつまずくというかね、疑問に思うところです。これを疑問に思うということはですね、すでに売上上がっていて、利益が出ていると。ただ、利益は出ているけど、キャッシュフローが悪いという場合が多いです。そうでない場合もあるんでですね、注意が必要なんですけど、何しろ、売上と、仕入れ、それから送料、それらを報告していただければ、いい状況なのか、あるいは悪い状況なのか、ね、わかりますんで、頻繁にご相談ください。ご報告ください。もっといい。今回、ね、いただいた相談も、この以前の相談と同じことでですね、売上が、なんと開始2ヶ月で4233ドル上がっていると。ね、素晴らしいですね。ところが、4200ドル売れてるにもかかわらず、現金が25万マイナスになってますということですね。これはですね、よくあることというか、健全な状態だとこうなります。なぜならば、仕入れて送ってる商品全部売れるわけじゃないということですね。で、これちょっと、状況を確認するために、目標の利益額、それから売れた商品数と在庫の商品数、売れた商品のうち何種類の商品を何個補充したか、補充した商品は何個売れたか、これらを聞きました。でね、これ仮に M さんとしますけど、目標は月100万の利益。で、売れた商品数と在庫の商品数、売れたのは178点、在庫459点。で、売れた商品のうち何種類の商品を補充したか、7種類各3個から5個補充したと。で、補充した商品は何個売れたか。1個から3個売れてると。ね、これ10月下旬から FBA 販売をスタートして、すぐにね、ホリデーシーズン突入してこういう売り上げになったわけなんですけど、これで私の回答ですね。目標利益が100万円になれば、売上300万は欲しいですねと。欲しいですねというかね、売上300万でね、利益33%で100万ですから、それぐらいはないと。なかなか目標利益100万円にはなりません。で、これをですね、キャッシュフローをマイナスにせず、売れた商品の、お金の範囲だけで仕入れと発送してると、なかなか、商品が増えません。で、商品を一気にお金を使って増やしてしまって、目標とする、在庫数、売上に到達した後ですね、補充だけにするというのが、スムーズというか、目標とする Amazon 輸出の利益の出し方です。それでいくとですね、今回は、納品した商品の27.9%を販売済み。この段階で、すでに、投資額の53%、52.98%を回収していると。で、収支はマイナス25万ですけど、投資額の47%の資金で75%の在庫を持っていると。ね。数字が細かくてね、いろいろ、数字苦手な方は、頭が痛くなるかもしれないですけど、要は、入れた商品のね、何分の1か、ね、3割弱しか売れてないのに、投資資金はすでに半分以上回収していると。ね。ということは、かなり順調にいってるということです。で、現在この売上で言ってもですね、利益が、もう30万ぐらいでいいんであれば、新しい商品を開発するのやめて、
売れた商品の補充だけにすればですね、もうキャッシュはいきなりプラスになるという段階になってます。ですんで、どれだけ儲かる商品を見つけるか。で、儲かる商品を見つけるまではですね、お金を使って商品買って商品を、儲かる商品を探してますんで、儲かる商品がですね、目論見通り見つかるまでは、キャッシュフローがマイナスになります。ただ、それによって入れた在庫がですね、どんどん値下がりしてゴミになっちゃうと。売れなくて捨てなきゃいけないという商品ばっかだったらしょうがないんですけど、ほとんどの場合はですね、大体ホリデーシーズンで一掃される。あるいは、3ヶ月から半年の間に売れるという商品ばかりですんで、まあ、商品を入れていけば、キャッシュフローも、回っていくという形になります。そんなわけで、Amazon 室はお金を使ってですね、儲かる商品を見つけて、在庫を持って販売するというのが一番稼ぎやすいやり方です。これね、どのプラットフォームを使うかによって、まあ、やり方変わるんですけど、まあ、プラットフォームっていうのはね、独自サイトとか Amazon とか、ヤフオクとか eBay ということで、まあ、今一番稼ぐのが簡単な Amazon 輸出の場合は、お金を使って商品を入れると。で、売れた商品をどんどん補充すると。まあ、このシンプルなやり方が一番、儲けやすいです。で、そのためにはですね、目標とする利益を達成するまでは、商品をどんどん入れてますんで、キャッシュフロー、ね、今月は商品が30万、送料が20万、合計50万払ったと。でも売上40万しかないということが、多々起こります。まあ、ただそれはですね、目標とする売上到達して、例えば売上100万円とかになってくればですね、今月は売上100万円、商品が補充で50万円、送料が20万円と、ね、30万円、残りました。利益になりましたという形になりますんで、心配せずに、仕入れを増やしてください。で、この辺のバランスですね、もうちょっと、まあ、目標を達成するのはゆっくりでいいです。あるいは稼げない月は、売上少なくてもいいです。それだけど、売上がじゃないね、仕入れと送料でお金がかなり減るのはきついです。精神的にきついです。あるいは、自己資金を節約したいですという方はですね、また別のやり方を説明しますんで、指導しますんでご相談ください。一般的にはお金がある限りは、条件に合った商品をどんどん入れて儲かる商品を探しちゃった方が Amazon 輸出は稼ぎやすいです。で、多少ですね、商品が滞ってもですね、まあ商品選定さえ根本的に間違えてなければ、ね、私の指導通りの商品を買ってる分には、ホリデーシーズンで大体在庫は一掃されて、利益が出てきます。そんなわけで、今の説明で、分からなければ、またお気軽にご相談いただければと思うんですけど、目標の商品、ね、目標の利益を達成する商品が見つかるまでは、キャッシュフローはマイナスになるのが自然だということは覚えておいてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。